タクボタケシのスピリチュアルライトトークタクボタケシですこのラジオではスピリチュアル精神世界の知識を日常生活仕事そして人生の目的使命に生かすための情報をお届けしています今日はネガティブな事件の報道に接するときの霊的視点で捉えた注意点を質問に基づいてお話しますではいただいたご質問を紹介します この頃世も末かと思われるような悲惨な事件が頻繁に報道されますそのような報道に接した時反射的に怒りや憎しみの感情が起き無意識に批判して私もネガティブな感情を放ってしまいますそのような報道に接した時の注意点を教えてくださいというご質問をいただきました確かに最近のニュースを見てると一頃よりも悲惨な事件がすごい多いなって感じることはあるよね この質問にあったようにその都度もう怒りがね湧き上がったりとか憎しみの気持ちになったりとかネガティブ感情を放出してしまうでそんな自分に対してねあまり良くないなっていうような気持ちもあるからこういう質問になったと思うんだけどじゃあタクボはどういう捉え方をしてるかっていうのをねこのような事態に直面した時の自分の在り方をちょっと自分なりに整理してみたんだよね。 そうすると、まずね、いくつかのポイントがあって、一つは、見えてる世界の背後にある、見えない世界の仕組みを自分なりに理解して納得してるっていうのがあるんだよね。で、それね、どういうことかというとね、よくね、浄化という言葉を聞くと思うんだけど、今日この質問に対してはね、あまり細かいところまでお話しできないんだけど、今ね、地球はすごく大きな変容を迎えていて、その変容を迎えるにあたってね、必要な浄化というものが起きてるんだよね。で、これね、 もう一頃の時代から特にスピリチュアルな情報では言われてたんだけど、最近の起きることとか報道を見るたびにね、あやっぱりそうなんだなってすごい納得感を持ってそういう報道を見てたりする部分もあるんだよね。これは確認ができることじゃないんだけど、どうやら今大きな変容とともに浄化、つまりまあお掃除だよね。引っ越しする前にお掃除するような、そんなようなことがされているんだなというその理解を過程でいいから、 持っておくと単に何でこんなこと起こるんだという反応じゃなくてああやっぱり浄化が進んでるのかなというようなねそんな視点で捉えてるところもあってそれが単なるネガティブ感情の反応を軽減させてるような感じがあるなっていうのは自分のことを見て思うんだよね。だから拓ボの場合はねあこれでまた一つ必要な掃除がされたんだろうなっていうような捉え方を無意識にしてるところがあるよね。 まあ、あえてそれを今ね、自分で自分がどういう風に捉えてるかなと思ったら、そういう捉え方をしてるなってことを気づいたんでね、まずこれが一つのポイント。それからもう一つ、ニュースとの縁っていうのがあって、これね、そういう報道を何らかの形で自分が知る、知ったことによって、心がね、反応したり、何か思うことがあるっていうことはね、全部、今度ね、自分の役割に関係があるで。この考え方はね、どこから来てるかというとね、実は全部、 全体の問題なんだと分かりやすく言うために当面私たちは今地球の裏側で起きているようなことであっても地球問題なわけ。で地球に住んでる我々もその一員でだから地球の裏側から飛び込んできたような海外から飛び込んできたような自分の手が届かないところから入ってきたようなニュースですらそのニュースを知ったということは。 全体の中でこういう問題が起きてますよっていうことを自分の立場でそれを知るというねそういった意味があると捉えててつまり俺とは関係ないあの国に起きたことだろうあの町に起きたことだろう関係ねえやではなくて全部自分の問題として捉えるというのがこの精神世界の理解を深めてくるとねそういう理解にたどり着いてくるんだよね。でその前提からした時に今とき 全体の中にこのような問題が起きてるんだとしたら、私の立場としてどういうことができるだろうと、自分で自分に問うことが重要なポイントだと思ってるんだよね。もちろん、そういうニュースとか、自分が手を下すしようがないこともいっぱいっていうか、そういうことだらけだと思うのね。 だけど、これは精神的な領域の視点から見たならば全体の中のある部分に不調和な何かの表現が現れたということは全体の問題だから仮に その不調和な表現が現れたところと自分が関係ないようなポジションだと思われても自分もその全体の一員なので自分の今いる場所で少しでも良い影響を自分の立場で役割で与えていくことが結果的に全体に少しでも良い影響を与えて最終的に不調和が現象として現れたところにも影響を与えていくということになるんだよね。まあそれが 家庭の主婦であっても、どんな立場であっても、今いる場所で自分自身の役割を心を込めてね、良い影響を与えていこうとすることだったりするんだよね。実は全体の。もうその分、いろんなところでいろんな担当を担わせていただいているっていうね、そんな捉え方。ただその時に、そういう捉え方を前提とした時に、怒りとか憎しみとかの感情を放置したまま職場に向かったり、 家庭の家事をしたりとか他の誰かと関わったりとか何かに接したりするとそのようなネガティブなエネルギーが作用してしまうつまり先ほど言ったようにその自分の立場で少しでも良い影響を与えることによって全体の問題を少しでもね軽減していくっていうことが役割なのにむしろ怒りや憎しみのネガティブ感情のままに向き合うと逆効果になっちゃったりまたこれ目に見えないからね我々は意外と放置しちゃうんだけど その怒りとか憎しみってね、精神領域にはも,もろに影響がいっちゃってるから、そして今、さっき浄化が起きてるって言ったけど、そのお掃除がすごく促進されてる全体のエネルギーの中では、我々が放った、またゴミっていうのが即座に減少化されて、またそのこともお掃除しなきゃいけない。だから、全体の浄化として起きた現象を見て、また自分がゴミを作っちゃうようなね、ゴミの再生産をしてしまうっていうことにもなりかねないんだよね。 ただね、これ田クボもそういう報道を見ると怒りとか憎しみの気持ちになる時も一瞬はなるんだけどでもこういう仕組みを理解してるから一瞬反応するけどそのことにもう一度客観的に気づく自分がいるあこのニュースを聞いてこんな怒りの感情が出てきてる自分がいるなとかね憎しみの気持ちが反応した自分がいたなって、まあ、せいぜいそのぐらいの捉え方をするわけ第三者のように隣の人の感情を見てるようなねそんな感じで見るそして少し冷静になってじゃあ今日自分の立場として何ができるかなというふうに 即座に転換して、まあ、ほぼ無意識のうちにやってるんだけどもその怒りとかネガティブ感情の影響を引きずらずにこれより厳密に言うとね自分って誰だっけその全体だったよな普遍識だったよな自分の本質はそこだよなだとしたら自分の今立場で少しでもその全体の調和のエネルギーをこの仕事を通して伝えるためにはどういう気持ちでやったらいいかなってもう一度ね自分を修正するようなそんな気持ちで向き合い直すっていうことをやってるんだよね。 でも先ほど言ったようにネガティブな感情を放置しちゃうとむしろ逆効果になるのでこの時のポイントはネガティブな反応をした自分に気がつくそしてそういう反応をしてしまった自分を責めなくていいので自分は本当は全体であって全体の中の自分のポジションを担わせていただいているんだとしたらどういう気持ちで今日の仕事に人に出来事に向き合っていけばいいのかなって少し考えるだけでいい。でそうやって一つ一つの行動をしていく。 このね、質問に戻ると、こういった悲惨な事件の報道に接した時の注意点ということをもう一度整理すると、どうしても人間だからね、ネガティブに反応してしまうのはしょうがない。そういう気持ちにもなる。でもそのことに無自覚でいたり、放置してしまったりしないこと、反射的に、そして自分もそのことに対して、 否定批判的なね。捉え方をしたりするんではなくて、そのような反応してしまった。自分にまず気が付くということで、ちょっと距離を取る。これね。気が付かないとどん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 意識のエネルギー。そこに注いじゃって大きくなっちゃったりするんだけど、気が付くとそこから。 意識のパイプが外れるようなね、そんなイメージね。つまりね、それ以上エネルギーを注がなくなるから、少しずつ冷静になってくるわけ。まあこれね、ちょっと深呼吸してもいいし、本当に1、2分でもいいから瞑想してもいいしね。この自分なりのちょっとこう冷静になるやり方を自分なりに探ってみるのもいいよね。そして、タクボのおすすめは、我々って誰だっけ本当の自分って誰だっけっていうね。大調和の自分、これ全体が本当の自分なんだよなっていうことを自分なりに思い出して、そして少しでも 自分の今いいいる場所で、で冷静な気持ちで良い影響を与えていこうっていううね。こういったステップ。感情の反応に気づく。少し冷静になる。そしていろんなジャッジをしない。そして自分の本質を思い出して今いる場所での行動に転換していくっていうね。で、こうするとむしろこのニュースを聞いたからこそ今のあなたの場所が良い。 場に少しでも近づいていって、その結果地球のどこかに起きてくるね、そのようなネガティブな状況を少しでも軽減するということにちゃんと繋がってくるわけなので、見えないからなかなかそういう自覚に至らないかもしれないけれども、そこはね、もう仮定で仮説でいいので、信じて、 そういうことを前提にやった時の方が自分自身がね良い気持ちでいれるのかそれともそんな確認のしようのないことを分かんないしこんなこと起きてねもう本当に世も,もすべたっていうねそういう感情のまま日々を暮らした方がいいのかそれはね自分で冷静に考えてみれば分かると思うのでそのあたり今日のねこの話を参考にして自分のあり方に生かしてもらえればいいかなと思うよね今日のお話は以上です 私たちはネガティブな事件などの報道を避けるわけにはいきません。だとしたら、その霊的背景も含めた知識を家庭として向き合っていくことが自分の心身はもちろん全体にとっても賢明な選択になります。今日の情報を参考にして向き合ってみてください。参考になりましたら、いいねやコメントでお伝えください。また、チャンネルのフォローもお願いします。私が 霊的真理の理解を深めた自分探しの旅はブログの記事にまとめてありますこのブログは私の経験をモチーフにしてあなたの人生を真理の視点から見るそのような作用もありますまたそこから見いだした不変意識を悟るための知恵を31日間のステップでお伝えする大好評の無料メールセミナーがありますのでご興味がありましたら概要欄からチェックしてご登録くださいそれでは次回の放送をお楽しみに ありがとうございました。